今までは降りる際にこちらで支払いコードを読み取っていましたが、これからは車内の至るところで支払いコードを読み込むことができます。熊本市電で今日から始まった新たな決済方法、車内に掲示される専用の QR コードをスマートフォンで読み取って運賃額を入力し、画面を乗務員に見せて支払いボタンを押して決済します。これまでは乗務員が端末を操作する必要がありましたが、新たな決済では画面を確認するだけで対応でき、乗務員の負担軽減が期待されます。また従来の QR コード決済では5つのブランドが対象でしたが、海外からの観光客に対応するため、台湾やアジア各国、イタリアなど17の海外ブランドが新たに対象となります。QR コードを利用されていない方、特に若い方々ですね、こういった方々にも、ぜひ一度ご利用いただいてですね、使いやすさというのを体感していただいて、QR コードの利用につなげていきたいと思っています。熊本市電の QR コードによる決済はこちら、ご覧のようにこれまでの5つのブランドに加え、台湾や香港、韓国、タイ、それにイタリアなどの17のブランドが追加されます。